政策転換の時期に突き止まる中での副総裁の発言、市場も大きく動きました。キーパーソンの発言、市場へのメッセージという受け止めもあったようです。この後春闘で大企業の賃上げの流れが明らかになる3月、そしてそれに続く4月の金融政策決定会合が重要になります。今年11月のアメリカ大統領選挙で返り咲きを狙うトランプ前大統領、野党共和党の候補者選びで最有力候補となっているんですが、影を落としているのが今進行中の裁判なんです。中でも立候補の資格をめぐる裁判の弁論がこの後ワシントンの連邦最高裁判所で開かれます。すでにアメリカの外交にも影響を及ぼしているトランプ氏、連邦最高裁の判断が注目されています。 The yeas are 49, the nays are 50. The motion is not agreed to. 7日アメリカの議会上院でウクライナへの軍事支援を盛り込んだ緊急予算案が野党共和党の反対で暗礁に乗り上げました。アメリカでは去年暮れの支援をもって予算が枯渇し、追加の予算が承認されない限りウクライナへの支援を行えないことが続いています。背景にはトランプ前大統領がひどい法案などと反対を表明し、共和党の議員が直前になって反対に転じたことがあります。ウクライナ侵攻の開始から今月24日で2年、それを前に最大の支援国であるアメリカの支援継続が不透明になってきて、緊急予算の協議がまとまらないことについて前日バイデン大統領は、 Why? A simple reason. Donald Trump. Donald Trump thinks it's bad for him politically.So for the last 24 hours, he's done nothing, I'm told, but reach out to Republicans in the House and Senate and try to intimidate them to vote against this proposal. そのトランプ氏は、11月の大統領選挙に向けての共和党の候補者選びで大差をつけて連勝、最有力候補となっています。